FK は木更津ご来場くださいまして誠にありがとうございます。今日は私高井理恵と SDM48 元 SDM48 の手塚真知子さんで予想会をさせていただきたいと思います。3レース発売中、6レース発売中、11レース発売中となります。そしてその3つのレースの他に明日行われます川崎記念の予想などもさせていただきたいと思っておりますので、皆様のお役に立てればと思っております。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、元 SDN48 手塚真知子さんお迎えしましょう。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。おはようございます。皆さん、はい、朝からありがとうございます。ありがとうございます。今日も衣装可愛らしいですね。はい、今日はこんな感じでやってきました。お、後ろもすごいキラキラしてますね。はい、後ろもちょっとこんな感じで赤い衣装は見たことあったんですけれども、はい、この白いスカートも新鮮ですね。そうなんですよ、白もまた新しく、うん、はい、今日お披露目です。あ、すごい、この場でお披露目っていうことです。はい、そうなんです。 ありがとうございます。毎回そう衣装を考えるのって、はい、自分でなさってるんですか？そうですね、衣装もデザインから生地選びから全部自分でやってます。生地選びから？はい、すごいですね。そうなんですやっぱりあのピンクの衣装とかも印象的だったんですけれども、はい、ああいうイメージっていうのはレース見ててあの勝負服とか、ね、あ、そうですね、勝負服っぽい感じで、はい、下は今回は白で、はい、で、あとはブーツでみたいな可愛らしいですよね、はい、で、手塚さんにお話を伺っていくんですけど、手塚さん最近どんな毎日を過ごしていらっしゃいました？最近はですね、はい、ちょっと今年はお正月休みがなかったんですよ、はい、はい、なので今年終わってから、はい、お正月終わってから韓国に旅行に行ってきました。いいですね、はい、韓国行ったことないんですけど、どんな感じですか？韓国はですね、もうなんか女子旅って感じです。あ、はい、食べて、はい、女子旅ですで食べて、サウナとか入って赤すりとかしたりとか、小顔矯正って言って、どうやるんですか？グリグリ手でグリグリ押されるだけなんですけどすごい痛いんですけど、はい、小顔になるっていう。あ、はい、痛気持ちいい感じですか？そうです、はい、コルギっていう韓国で有名な小顔整体があるんですけど、それをやったりとか、はい、まあ、あとはひたすら食べる、食べる、はい、あとはお買い物ですね、うん、食べた割にはいや結構つくとこついたんですよ。でもいいところにつけばいいですもんね。そうですよね、前は、まあ、あとはもう帰ってきてから、はい、もうひたすらサウナ入ったりとか、あとホットヨガやってるんで、はい、ホットヨガに行ったりとかしてます。なるほど、それを維持してるんですね、はい、ということで手塚さんと今日は一日一緒に過ごしていきたいと思います。はい、話戻しちゃうんですけど、第2レース見ました？すごかったですね。49万もうあれ1月14日生まれじゃないとはい、じゃあ2月か、214は買えないですね、うん、あれはちょっと難しいです。あれ逃げられちゃうと思わなかったですもんね、はい、そうですね、びっくりしました。はい、でこの2レースも 1400m だったんですけれども、はい、川崎の 1400m やっぱり内側の参考が強いですよね、はい、そうですね、結構、まあ、でもこの次の3レースも逃げ馬気になるのがいるんで、はい、どういう走りをするのかなと思います。そうですね、今日はですね 1400m が次の3レース、5レース、6レース、7レースと組まれております、はい、そしてマイルが4レース、8レース、10レース、12レース、あと2100が今日のメインと明日の川崎記念となっていますので、はい、その特徴についてちょっとお話したいんですけれども、はい、やっぱり内枠有利っていうのはありますよね。そうですね、これだけこうコースが狭いと、やっぱ内枠が有利になってくるんじゃないかなと思います。やっぱもうちょっと広い会場だったらあんまり関係なかったりするんですけど、すぐカーブじゃないですか。1400年始まってすぐカーブですもんね、はい、なのでやっぱそこら辺で差ができてくるんじゃないかなと、はい、でやっぱり川崎はカーブもタイトですからスピードも大切だと思うんですけれども、はい、やっぱりどれだけ器用に回ってくるかっていうのも大きいですよね。そうですね、なので逆に大股な馬とかが苦手だったりするのかなと。そうですね、
細かく走れる馬の方が得意なコースなんじゃないかなと思います。じゃあその辺も合わせてちょっと行きたいんですけれども、はい、まずはサンレースの予想をする前に明日の川崎記念なんですけれども、はい、騎手、注目騎手とかいらっしゃいますか？もうこれはですね、はい、私の大好きな大好きな組み合わせが大好きコンビが出るんですよ。え、そうなんですか？はい、誰だろう。5番の北高たる前なんですけど、みゆき騎手、はい、はい、もう私は北高たる前とみゆき騎手のコンビがもう世界で一番好きっていうぐらい、そんなに、はい、大好きなんですよ。じゃあもう川崎記念のために、はい、僕ら明日行こうかな。そうですね、それいいですね。行くしかないですね。いつ頃から目つけてたんですか、北高たる前？2年前のジャパンカップダートの時から、はい、でこの馬が2年前のジャパンカップダートで全然人気がなくて、9番人気だったんですよ。あ、で結構それまでも全然ブレない走りをしてたんですよ、 今みたいな、はい、でちゃんともう馬券内に絡むよっていう走りをしてたのに、9番人気という、全然なんか評価されてなくてちょっと残念な感じですね、はい、でもそこからも私は目をつけて、はい、もうこの組み合わせ、みゆき騎手との組み合わせはもう間違いないと思ってて、はい、真面目なんですよ、とにかく馬券に絡んできますよね。そうですね、必ず、はい、はい、で、この真面目にスタートも、はい、もう全く問題がなくて、はい、もうきっちりスタート出て、きっちり先行ついて、4コーナーでちょっと外に出て強い走りをして差し切るっていう、はい、もう馬券にも狙いやすいし、レース展開も読みやすいといえば読みやすいですよね、はい、そうなんですよ。で、まあ、もう特に地方の馬場に合うみたいで、地方勝ってますよね。そうですね、まあ、逆に言うと地方しか勝たないっていう、はい、こともあるんですけど、はい、その辺でやっぱりみゆき騎手で、私が推したいのは、はい、3人いるんですけれども、おで3番東証フリーク武豊騎手、はい、武豊さん昨日発表になりました2013年 JRA 賞の騎手部門特別賞も取ってるんですけれども、はい、2010年バーミリアン、2012年スマートファルコンで、この川崎記念勝ってるんですよね。で勝って負けて勝って負けてのローテーションからいくと、はい、今年勝つ流れに順番的にはなるので、はい、それはちょっと見ていきたいかなっていうのがあって、そうですね、あとが4番のムスケテール、はい、これ馬的にはちょっとどうかなとは思うんですけれども、はい、過去岩田騎手との組み合わせだと3戦2勝しててすごく相性がそうですねみたいなんですよね。このやっぱ2人にはちょっと厳しい目騎手もどう出るのか、見ていきたいですね。そうですね、あとやっぱり8番のフリーターアスリートの内田博之騎手、はい、やっぱり今まで内田博之騎手のコンビでは2戦2勝で負け知らずなんですよ。そうなんですか。そうなんですよ、やっぱりその相性がすごくいいところが、はい、この馬の成績をも、後押ししてくれるかなっていうことで、まあ、でも言わせてもらえば北高たる前は言ってください、言ってください、はい、もう乗り換わりがもうないんですよ。一途だよね。でも一途この二人はもう一途でずっと、はい、来てるんで、はい、そうですね、思い思われ、はい、その実績がこう積み重なってるんじゃないかなと私は思います。確かにやっぱりここでもう一ランク上の絆をね築いていっていただきたいですよね。ということで手塚さんはみゆき騎手、そして中井が武騎手、岩田騎手、内田博之騎手ということでお話をさせていただきました。はい、はい、時間も結構進んできましたね。じゃあ3レースの予想もいきましょうか。はい、さっきちょっと逃げ馬が勝ったんですけど、そうですね、私は、はい、今回の本命は、9番、はい、ブルーラインハートにしたいと思います。はい、これは何ででしょう。私もう個人的になんですけど、はい、結構休み明け2戦の馬が2戦目の馬が大好きなんですよ。そうなんですか、はい、よく叩き2戦目で、ね、狙いどころと言いますけれども、で、ね、はい、でこの馬もちゃんと休み明けで6着という、まあ、そこそこ、はい、走ってくれたんで、うん、でそこからの2戦目のそうですね、成長に期待したいなというのと、川崎実績もありますしね。そうですね、うん、でこの距離も占有も全然
問題なく、1127なんですけど、その7も4着、4着、11着、6着みたいな、結構ほぼブレずに来てるんじゃないかなと、大負けはそこまでしないじゃないかなと思ってて。手塚さん、ブレない馬好きですね。そうなんですよ、安定志向なんですごい意外な気がするんですけど。あ、本当ですか。はい、もう安定してちゃんと走ってくれる馬が好きかな。じゃあこれが軸ってことでしょうか。そうですね、これが軸に行きたいと思います。どこ行きますか。とちょっと硬いんですけど、はい、8番グランデリファールで行きたいなと、はい、まあ、最後に差し切、この9番が差し切る感じで、はい、もう首下がり、グランデリファール、ね、逃げ馬このレースだと同系いないさそうですね。そうですね、だからもしかしたら楽に逃げられる可能性もすごくあるんですよね。2レースの再現になっちゃうかもしれないですよ、はいはい、まあでもこの馬硬いんで、あの、はい、本命だからどうなのかな。馬券的に言うと ね、 そうですね、やっぱり9番勝ってもらった方が美味しいといえば美味しいですよね、はいはい、そしてグランデリファールも控える競馬もあの可能な、やっぱり安定感のある馬ですね。そうなんですよ。他広げるとするとどんな感じですか。あとちょっと気になるのが、2番2番ドリームカクテル、はい、ドリームカクテル、はい、はい、これは何ですか。です、ね、この馬は、まあ、最近調子がいいっていうのと、はい、そうですね、この専用の、私結構コース実績派なので、はい、コース実績も悪くなく、やっぱりコースとの相性って重要ですよね、はい、そうですね、特にこの小回りのコースになると重要になってくるんじゃないかなと。そうですね、はい、やっぱり川崎浦和あたりはね、はい、コースとの相性大きいですよね。やっぱりドリームカクテル号もすごく出来が良いから、あと足をどこで使うかっていう感じかなっていう気もしますよね。あと出遅れなければいいなと思います。はい、ちょっと出遅れ癖があるので、ちょっと気をつけて、はい、頑張ってほしいですよね、はい、今3頭上げてもらいましたけれども、このぐらいですか。もう1頭ぐらい行きますか。そうですね、もう1頭行くとしたらやっぱり7番の7番、はい、光るアスピレート、はい、はい、これは何でしょう。ですね、これはこの騎手の相性がいいというか、まあ、一戦一勝なんですけど、はい、そこに期待したいかなと思います。好調キープしてますしね。はい、そうですね。で、あの展開にはまるとすごいこうスローっていうか、いい足持ってるじゃないですか、はい、それがどっかで出てくれれば見せ場作ってくれるかなみたいな。はい、そう思います。まあ、うちの方ですし、前走5着だったのちょっと気になるっちゃ気になりますけれどもね。まあそうですね、まあ騎手との相性だと思いたい思いたい。展開はちょっと不利だったといえば不利だったかなみたいなところがあるので、はい、それはしょうがないかな、ね。まあ、そうですね、もうちょっと前の方につけてもらえればいいかな。この2走前みたいに、はい、まあ、3番手4番手ぐらいの競馬をしてくれれば、はい、で 前に壁がなく行きたいのかなと、はい、思います。難しい。そう、今だいたい上げてもらったこのぐらいで馬券は作る感じですか。あとは、はい、まあ、9番、9を軸にした3連単と、はいはい、あと2番、あ、そうですね、ちょっと悩んでるんですけど、2を絡めた、あの、ワイドでちょっと穴を狙っていこうかなと思います、はい、皆さんにお伝えする馬券はありますか。これはおすすめですっていうのは。どうしたの。プレッシャーをかけてくださいますね。じゃあ2、あ、どうしようかなって、まあ、ね、2を絡めたワイドは買いたいなと、はい、あとでちょっと書きます。はい、了解です。はい、2のドリームカクテル号を絡めたワイドということでご紹介いただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お時間迫ってまいりましたので第3レースぜひご検討続けください。手塚さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。この後は第6レースの予想させていただきます。失礼いたします。